全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前は秋田じゃ。ということで今回はこのエテボスというポケモンを使ってやっていこうというふうに思うぞ。ソードシールドでは登場しないが、この BDSP においてはかなりの、実はこんな見た目に反してかなりの強さを誇る、ポケモンとなっております。テクニシャンね、これはもうハッサムだのキノガッサムだので有名だと思うんですが、威力の低い技の威力を高くして攻撃できるということで、非常に、効果力になります。でダブルアタック威力35、ダブルチョップ威力40、さらに猫魂威力40ということで、こいつらの攻撃が威力がかなり上がると。しかもタイプ1で猫魂とダブルアタックを打てて、なおかつ命の玉を持たせるということで、実はこんなひょろがりのくせにめちゃくちゃ効果力で技を出すことができるポケモンです。今回はこのエテボスを使って、対戦でがっつりと無双しようというふうに思うぞ。ピッピガチマッチングいたしました。相手がウォッシュロトム、エーフィスイ君で、海流とかいうポケモンで、ルカリオ、キノガッサということでね。はい。マンムーが結構刺さっている。で、ウォッシュロトムは絶対出したくて。で、ラストエテボースにしようかな。今回は初手エテボースをぐっつり出していって、裏ロトム、そしてマンムーにしていこうかというふうに思うぞ。エテボースはなんか舐められがちじゃんが、こいつね、テクニシャンで超高火力で、さらに素早さ種族値が高いということでね、結構強いので舐めてかかってたら相手死ぬぞ。さあ、お相手初手ポケモンはキノガッサを繰り出してくる。これは出し勝ちと言っても過言ではないんじゃないか。タスキ削れると思うし、初手猫魂から入りましょう。猫魂打ち毒だからね。はい、猫魂を打ち放って色違いのキノガッサをまずはこれでひるませていく。でここからはダブルアタック打つ必要ないな。トンボ狩りで十分な気がするけど、でもどうだろう、猫魂の威力40であれだったからトンボ狩りじゃ落とせない可能性があるから、でも落とせるかさすがに。いやどうだろう、無理だと思うからダブルアタック打ちます。当てろよ。ナイス、よしよしよし。ダブルアタックね、威力は上がるんだけど、テクニシャンで。ただ命中が90だから 10% で外してしまうっていうところが非常に恐ろしいということでございまして、でスイ君とかいうポケモンに対してはトンボ返りでしっかりダメージを与えつつ、ウォッシュロトムに引いていきます。さあ、トンボ返りピッピガチ、全部色違いじゃんお前、羨ましいな。そんなに色違い持ってて、わしも色違い、早くカビゴンの色違いが欲しいところなんじゃの。ということで、やべえロトム、これあれじゃん、壁張りロトム持ってきちゃった。あ、やばい、あ、壁張りロトム持ってきちゃった。あ、やっちゃった。アイドルポンプ、いっか、なんとかなるっしょ。こんなもん。いや、10万ボルト持ってねえのは聞いてねえ。やべえ、やらかした間違えたロトム持ってきちゃったでも相手ここ引いてくると思うんで、ボルトチェンジ打ちます。絶対レードおっかなすぎ。よいしょ、いいダメージ。ちょっとさ、これさ、こっからさ、スイ君倒せるか見たくない。エテボース倒せそうな気すんだけど、無理かな。これスイ君倒したらかっこいいっしょねえ。まずはね、猫魂てか絶対レードとかおっかなすぎだろお前、氷タイプでもないのに使ってくんじゃねえ。猫魂打ちます。はい、ピッピガシュー、いけるかもしんない。次のダブルアタックでいけるんじゃないかこれ。なんであれ、相手精神力だあー、スイ君プレッシャーじゃなくて精神力、なんだこの野郎。通信切断すんじゃねえ。どうせお前その色違いも全部バグでやってんだろお前、気持ち悪いじゃんボケ。二度と6350よろしくで潜るな、ガキが。消えな、なあこのエテボースとかいう可愛いポケモンに曲げる雑魚が。死ね。
マッチングいたしました相手がガブリアスベイビー、なんだっけ、フアライディング、ミロカロス、バンギラスカイリューということで、いや初手からフアライド出てくる可能性あるかな。まあ、とりあえずエテボーストロトムは確定じゃな。うん、でバンギラスとかいうポケモンがクソ重い剣についてバンギラス一番重いわ。うん、バンギラス、カイリュープラス、まあガブリアスとか見れるって面を考えるんであればマンムーかな。うん、さっきはねちょっとバカ野郎に切断されちゃったんで、今回こそちょっとねエテボースの強さっていうのをみんなにお見せできればいいなというふうに思うぞ。さあお相手初手ポケモンはフアライドを繰り出してくる。いや厄介っちゃ厄介じゃな。まあとりあえずこちらエテボースを出して、まあなんか余計なことされる前にトンボ返りを打ってロタムに引いていく。さあいいんじゃないかな。うん、いや初手これだったら予想できたよな、ぶっちゃけな。あロタム出して小さくなるバトンかな。あ小さくなるバトンだね。これはもうここでバトンタッチ打ってくる可能性全然あるね。引き先はガブリアスかな。まあ、10万ボルト打ちましょう。ここは当てろ。ナイス、当てたんだったらよし。オッケー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 。はい、役割を破壊してゆく。そんな外役戦法許さないよわしがね。残念じゃったな。さあここでやっぱり出てくるのはバンギラスとかいうポケモン。これが厄介です。さあ砂起こしされていくんですが、相手積みの起点にできちゃうからな、これな。言うて積みの起点にできちゃうから、そこをどうするかっていう感じなんですが、マンムー出してもいいか。ただここ相手あれだとちょっと厄介なんだよな。リュウマイだとちょっと厄介なので、ここロトム切り気味に動くか。10万打ちます。まあメガネなんで結構いいダメージ入っていく。ストーンエッジ打ち放たれて HP 半分削られてしまう。うん、まあ10万ボルト連打かな。これは相手も悠長に龍舞積んでる余裕もないじゃろ。ストーンエッジ外しがあるしな。はい、ストーンエッジでロトムしっかりと踏み潰されていく。まあエテボースから入ろうか。マンムーから入るのが丸いけど、ちょっとエテボース活躍させたいよな。うん、じゃエテボースいきます。ここね、頑張れエテボース。でここはもうダブルチョップで落としに行く。当たんなきゃダメ当たんなきゃやばいよこれ。悪いけどね。うん、なんかやっちゃった感じですかこれね。えダブルチョップもう一回打ちますよ。これ悪いですけどね。はい、お前ふざけんなよガチで。玉溜めプラス砂で落ちるこれ。もしかして、もしかしてだけど落ちそうお願い耐えて、お願いお願いお願い。偉すぎる偉すぎるけど、さっきのダブチを当ててたらもっと楽勝だったんだからね。さあエーフィーとかいうポケモンにね、わしのダブルアタックの強さ教えてあげましょう。皆さんエーフィーの HP バーにご注目ください。ダブルアタック、さあ行くぞ。ペッペがチュー、はいハムチューよーし、決まったな。エテボスよくやったな。エテボス1体でこうやってぐちゃぐちゃにできるんだよな。つってもまあ今回はなんかウォシュロトも頑張った。いかがだったでしょうか。まあ見てもらった通りね、そのまあ猫魂を撃ってひるませて、そこから効果力の技でとどめを刺していくみたいなね感じで使っていければ強いんじゃないかなというふうに思います。しかしながらエテボスのねこのダブルチョップ意外とバレてるんで、か
海流あたりとかそういうなんかマルチスケールを剥がしながらダブルチョップ当てるっていうゲートもできるんですが、ちょっとね若干バレ気味というか、型がもうこのダブルアタック、ダブルチョップ、猫魂、トンボ返りが主流なので、まあちょっとね通用しない部分ってのはあるんですが、他のポケモンでしっかりとサポートしていって、ラストのとどめ役としてエテボス使ってみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピガチュー。